わかんない時あるよね。咳込んじゃった。ハッピーで埋め尽くして Let's get peace まで行こうぜ。ギリギリみやちゃんこんにちは、やっちんちゃんこつたきさまです、めぐねちゃんもつたきさまです、ゆうちゃんこんにちは、みやちゃんこんにちは、たくちゃんもこんにちは、かつつかとしもこんにちは、どむちちゃんつたきさま、でんでんちゃんこんにちは、だいだいちゃんこつたきさまです、みんなつたきさまです。まあそういう時もあるよねみたいな感じで今日もやっていきます。でも元気です、そんなこんなでも元気です、大丈夫です。チピチピチパタムキムキタパタバ張り込みタレレレブン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 、マジカバナナちゃんつたき様です。あなたに会いたくてそんな時は猫ミームを見よう。スズヒットさんお伝えきさん、ジェラルサちゃんお伝えきさん、テチテチもこんにちは。なんかね、猫ミームを見てるとね、なんかほんとね、おもろくすぎて自分も猫ミーム作ろうかなって、自分も猫ミーム作ろうかなって思ってる。自分の何か出来事をハッピーハッピーハッピー、そんな会いたいだなんて照れるの、会いたいなんて言った、私会いたいなんて言った、どこしよう。ひろしんさん、塩じち100キラ、まゆこちゃんこんにちは、デラロサちゃんおつたきさまです、てちてちこんにちは、すずひとさんもおつたきさまです。でも私別になんか猫ミームにできるような出来事ないなって、なんかあるからヒロさんこんにちは、モーコンちゃんこんにちは、ヒロさんレインボースターキラボシありがとう、ひなべちだるまありがとう、おはようございます、孤独なエミさんこんにちは、チピチピチョポチョポドビドビダバダバ、猫ミームおもろいよね。でも聞いてください、だからちょっと落ち込んでたから、なんか急に気がバッドモードに入る時があるんですよ、なんかファーンって。でもまあもうインスタに、インスタのストーリーにぶち書いたんで、全然もう元気なんですけど、だからもうゴミ捨ててやった、なんか気が晴れるようにゴミ捨てしてトイレ掃除してやった、トイレ掃除してやった洗面所もきれいにしてやったし、あとゴミも捨ててやったし、それでなんか気持ち晴れた。てちてちハートありがとう、レインボースターもきら星、ヒロさんもレインボースターきら星ありがとう。タッポしか見つからなかった靴下も捨ててやった。すごい？えらい？私掃除とか苦手なんですけど頑張った気がする。掃除とかね苦手なんですけど頑張った。でもまだまだ部屋は汚い。はい、荷物で溢れてます。チピチピチャパチャパトピトピタバタバ。ドラミアハートありがとう。どうしよう、部屋片付けたいな、まあなんかそんなにね足の踏み間もないじゃんっていう方ではことではないんですよ、全然足の踏み間もないじゃんみたいな感じではないんですけど、ただ服を元の場所に戻さないっていう私の癖があって、それがちょっと少しでも掃除したっていう事実がもうえらい、ありがとう、成長した、やった、花嫁修行だと思って頑張った。私だってその掃除しててさ
え、これもうめっちゃいい嫁やんみたいな、もし結婚したらめっちゃいい嫁やんって言って、明日雪降るんじゃねえ、はあ、なんでなんでそういうこと言うん、なんで明日雪降るとか言うん、私が掃除したからって、なんで雪降ってたし、さっきまで、別に明日じゃなくてもさっきまで雪降ってたし、こっちマクボイちゃん、こっちゃありがとうございます。なんでそんなこと言うわけ、さっき雪降ってたんだけど、ああテンション上がったのにさ、あ、ひなべっちって人を褒められるようなすごい素晴らしい人なんだなって思ったのに、はあ、全くもってダメだね、ひなべっちダメ、ひなべっち結婚した詐欺するし、ユリアに結婚した詐欺するしまあそんなぐらいで元気でございます。こんな感じでなぜか友達からも連絡が来ました、インスタに、ちょっとバッドモードの。でも大滝は褒めると星か見つか、褒めるとこしかかなと、褒めるとこし、ん、褒めるところしか、結婚した詐欺したじゃん、スイミーさん、おつたき様です、こんにちは。大丈夫よ、明日は雨だよ、どっちでもいいよその雨が雪に変わるかもよ、雨はやがて過ぎに雪へと変わるだろう、されないを降りないってなるかもしれない。ガチャ、おつたき様です、やっほー、リコちゃんもおつたき様です、スイミーさん、はじめまして、初見さん、おたきりやっています、よろしくお願いします。なんかさ、 TikTok ライブもさ、誰かしらなんかライバー事務所の方とかがちょっと覗きに来てるらしくて、 TikTok ライブ見てて、うちでやりませんかみたいな、 TikTok なんかサポートしますよっていう、まあ名も知らないTikTok ライバー事務所みたいな、まあライバー事務所的なところにたまにちらほら声をかけられますね。最近 TikTok ライブもしてるんでね。カズッチさん、オッスオッス、オラ、悟空悟空みたいな挨拶。昨日の TikTok ライブ楽しかった。 TikTok ライブね、ほんと自由気ままにやってるからさ、何をどうすればいいか分かってないんだよね。そのみんなからさ、ギフティングいただくやんか、あのギフティングはさ、なんか換金とかできるのかなみたいな、換金とかできるんかなとか思いながらね考えてたんだけどさ、なんかもう英語すぎてわからんのよな、 TikTok なんか英語すぎてわからん、ドルで書いてあるし、すごいやろ、すごいやろって、もっと褒めてくれたっていいやろって、じゃあまずは英語勉強するところやからやな。英語はね、勉強しても全然脳みそに入ってこないね、チュピチュピチャパチャパドピトピタパタパ。 TikTok かっこインスタグラムって何なんだろう。とても綺麗な容姿やバリエーション豊かな自分の見せ方にライバーとしてのポテンシャルを感じ、ついお声掛けいたしました、やって、こんなんよくあるよ、よくある文章やな。チピチピチャパチャパドビドビダバダバ
まずは設定画面からギフト収益のページで換金するボタンを押します。あ、トラノコさんこんにちは。箱しハートチャージ、ハートチャージプリキュア、ドゥグ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 。もう一回言って。まずは設定か、設定画面ってどこなの。プロフィールの設定とプライバシーかな。でギフトどこにあんのそれ。ギフトなんちゃらないよ。設定画面からギフト収益のページ。ここかな。ないな。設定ライブ。ピチピチャパチャパドビドビダバダバハビ。ないよそんな場所。ラーカイルさんこんにちは。富士城さんおはよう。皆さんありがとうございます。そんなところはないぞ。ポケットっていうとこかな。間違う。お、残高へようこそ。 TikTok の報酬コインを簡単に管理できます。ライブエンターファンドサブスクリプション開始。あった。ありました。取引ちょっとよくわかんないな。ドルで書いてある、ドルで書いてある。またこのダイヤモンドって何なんだろう。あなたのコンテンツ人気度や TikTok への好感度へに基づいて報酬としてダイヤモンドを消す。ダイヤモンドを合計し、このダイヤモンドは何するんだろうね。何するためにあるんだろう。換金するっていうのあるわ。全部換金しなくていいんだけど。コバノブさんこんばんは。でもこれってさ、事務所に言わなきゃ。事務所これさ、なんかどうすればいいんだろう。入金出金とか書いてあるけど、もう分かんないからマネージャーさんに後で聞くわ。マネージャーさんにも管理してもらわないとね。これね、自分で勝手に個人で管理しちゃいけんからね。トンピンマンちゃんつたき様はね、そういうとこしなんかちゃっかりしっかりしてるから。ヒロさんハートありがとう。 TikToker 人食えてる人いるから換金できるはずや。そうなんや。 TikToker で食えてたらすごいな。今はドルが高いかお得だよ。あ、そうなんや。じゃあ TikTok 頑張るわ。みんなからお裾分け。あ、みんちゃんありがとう。ハートズッキュン、ハートのぬいぬいありがとう。おそろちチピチピチポチポ。なんかこの前なんかさ、株がなんたらこうたら、トピポチャリーボースターキラボシありがとう。お、あともうちょっとで50万ポイントいくね。ありがとね。さんちゃんこんにちは、ありがとうございます。現在ガチ別1位になりたい大竹りあちゃん、カラコンモデルになりたい大竹りあちゃん、ぜひとポイントへご協力よろしくお願いします。
水がさこっちに垂れてこないでさ後ろにくさ垂れてくるからさ、これどうにかしたいんだけどどうすればいいんだろうね。また一個の悩みが。髪の毛さかけた方がいいかな。髪の毛かけた方が可愛いかな。チピチピチャパチャパトピトピダンダンダン。これが見えて。かけなくてもどっちでもいい。だいたいね、髪色いいでしょ。ありがとう、嬉しいよ、褒められて。私はフレアちゃんキラキラ流れ星ありがとうございます。でもね、 TikTok ライブをさやってるおかげでさフォロワーさんも増えたしさ、いいねも増えたしさ、いいねは増えたかわかんないけどさ、動画再生がさいつもだったらさそんなに再生されないのね。まあ動画3つしか上がってないんですけど、でもその動画再生さ1000回とか動画再生してくれててさ嬉しいよね。しかもフォロワーもさこの前ほんとさこのほんとこの前までさ1000いってなかったのにさ、もうなんか100、200人くらいなんか増えてる。200人弱増えた TikTok ライブしたおかげで、嬉しいですね。動画上げてないけど。ステマルクさん、つたき様です。ガッちゃんも、けだまギフトありがとう。とりあえちゃんもありがとう。そう、後ろに漏れちゃうの。ああ、自分家にいた方がいいんだ。 OK。ヒロさん、初見さん、こんにちは。またキリやっています。マジカバナナちゃん、ファネビラップありがとう。イキオさん、こんにちは。おにぎりだ。ステンマルクちゃん、こんにちは。ツタキ様ね、ありがとうございます。ねね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 。あ、なんかインスタフォローしてくれてる、嬉しい。誰だろう、知り合いかな。知り合ってはないな。あ、ちやんちゃんだ。久々、こんにちは。この枠あと10分ですね。30分までの配信なの。パンちゃん、歯医者で口開けてるとドドが詰まる。え、大変大変じゃん。それはおつたきさば、おたけちゃん、おつたきさばです。こんばんは。そうなんだ。歯医者最近行ってないな。来週また眼科に行かなきゃいけないんだよね。月曜日朝早く。わからないことあったら、TikTok、ああ、女性教師ネタのやつに聞けば TikTok が詳しいはず。あ、そうだよね、寺門さん TikTok でご飯食べれるぐらいじゃない。そんなでもないのかな。私よりもね、有名人やしな。ハート
ありがとう。あともうちょっとで5000、あと50万ポイントっすね。あと100じゃないな、あと700ポイントぐらい、773ポイントか。いいね、ありがとうございます。夜配信ありますのでよろしくお願いします。23時55分からです。よろしくお願いします。で明日あれか、あーたくちゃん毛玉ギフトありがとう。たくさんみんちゃんからぬいぬいハート、おそろっちありがとう。この子エヴァンかけるくらいに君に好きと言えばよかった。リナオさんこんにちは、ありがとうございます。 TikTok の方にもね、あのショールーム見てくれる人もたくさん来るから嬉しいんだよね。もうてってちゃんありがとう、けだまギフトありがとうございます。2つあるとね、あのこっちがガチイベの時とかさ、配信があんまり時間的にできない、その時間制限とかあるとできないけど、TikTok がライブがあるとまたそっちでライブもできるのでね、一石二鳥じゃ一石二鳥かなと思います。だから TikTok という、ショールーム同時配信でも全然いいなと思うし、やってる人多そう。なんかねでもねすごいね、いっぱい配信やってるのが、ブロードキャストの吉村さんはめっちゃいっぱい配信やってる。なんかビゴライブとかもやってるし、他にもいろいろやってるんじゃないか、スマッシュとかもやってるのかな。なんかすごいいっぱいやってるねと思う。どれが一番いいですかって聞くけど、何だろうねみたいな感じで言われる。最初はショールームだったのかな。さっちゃんキラキラありがとうございます。高弘さん全員優勝こんばんは。おたけりあって言います、よろしくお願いします。西宇治さん100回目本もありがとうございます、こんにちは。普段はカラオケ配信がもして歌を歌ったりしてます。今日は30分しかないので、これ早い30分配信し全力で頑張って、あと5分なんですけど、そしたらお仕事行ってきたいと思います。なので皆さんポイント応援よろしくお願いします。次回いっぱいまで。西宇治さんこんにちは、はじめましてかな。目がキュルンキュルンだね。こんにちは。チピチャパチャパトゥピトゥピタパタ、あ、アプちゃんだ、アプちゃんハートありがとう。アプちゃん配信者さんです。アプちゃん、ニャトさんこんにちは。ニャトヤトヤトハトタイランド、そっと出た瞬間終わったわ、天気がいいのに進めない、風強すぎてお亡くなり。いらないかもですが100キラどうぞ。いりますよ100キラ。100キラめっちゃ必要、ガチイベ中だもん。ポイント応援ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。最近 ABEX とか他でもカラオケ84点以上取れる人募集中とかやってるけど、ゆりあちゃん見た？え、そうなの？え、それ本物？怖くない？私あのそのボーカル募集のさ広
広告とか絶対信じないよ。怖いもん。だって絶対さ、授業料とか別だよ多分それ。授業料とかそういうなんかそういうことするためのレッスン料とかは100万とかかかるんでしょ多分。そういうの募集してるけど、そう思うと怖くない？詐欺やんって思わん？詐欺じみた広告はね、あんまり。信用せんの。エイベックスを名乗ってるだけかもしれないし、怖い怖い。あんまりそのボーカル募集みたいなのは信用してない。ショック50万ポイント。あ、本当だ、50万ポイントありがとうございます。目指せ100万ポイント。そっと出たし、うんかん、終わったわ。ソリちゃん、おつたきさばです。こんにちは、ありがとうございます。パチパチ。あ、あと2分しかない。早っ。ねえ、時間が過ぎるのが早すぎる。時間が過ぎるのが早くて怖い。やだやだやだ。もうちょっと遅くてもいいよね。いけちゃんこんにちは。のりおキャンドルちゃんもこんにちは。ありがとうございます。夜23時55分からまた配信ありますのでよろしくお願いいたします。13位から打順発表します。10歳つかとし、ありがとうございます。12位じゅんぼうさん、ありがとうございます。11位ドラミュンちゃん、ありがとうございます。10位ハコーシー、ありがとうございます。9位ひなべっち、ありがとうございます。8位とりおやじちゃん、ありがとうございます。7位アップちゃん、ありがとうございます。6位トンピーマンちゃん、ありがとうございます。5位ヒロちゃん、ありがとうございます。4位ガッちゃん、ありがとうございます。3位テッチテチ、ありがとうございます。2位タコちゃん、ありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃん、みんちゃん、ありがとう。誕生日皆さん、リナ席の皆さん、お外から応援してくださった皆さん、ありがとうございます。いけちゃんから毛玉ギフト、ありがとうございます。みんなありがとう。リリチョンペさん、こんにちは。あ、じゅんくん、こんにちは。マフラーありがとう。みんなパチパチ、ありがとうございます。また自枠夜配信でお会いしましょう。23時55分からです。ではこの枠終わりたいと思います。ありがとうございました。いっぱいまでポイントをありがとう。あ、ジュクハートありがとう。ミミさん、こんにちは。行ってきます。おつたき様でした。ありがとう。行ってきます。 Thank you。